浜おしろ救助の権利小野賢治と肩を並べて人っ子一人通らぬ暗い田舎道を歩いてくると不意に眼界が開けて目の前にちょっとした川が流れている小さな細い橋が23日前に降った雪をそのたもとに残して寂しそうにそこにかかっていた おや、ちょうどこんなところがあるんだなこいつはいい私は思わずつぶやいてそこに立ち止まった勢いよく先に立って歩きながら橋を渡ろうとしていた小野賢治はふとこちらを見ていった何だい何かこんなところに用事があるんかいいいや僕一人のことなんだよ 私は急いで彼に追いつきながら橋を歩いていた小説の話なんだよ僕が考えているストーリーにちょうど当てはまる景色なんだおあつらえというわけなんだへえー、こんなところがお気に入ったかい何を見てもストーリーに考えるんだねさては近頃だいぶん種に困ってるなその通り 明日も帰ると早速何か考えなくちゃならないんだが頭の中には何もないよ種なら大分があるぜお分けしようかなことにこの辺ときちゃ君が勤めていた東京と違って面白い事件が多いんだそいつはありがたい今夜これから早速承ろうじゃないかおうよかろう俺のところはもうすぐだよ ほら右手に黒く森が見えるだろう。あれを越すとすぐなんだ君を歩かせて申し訳ないねしかし今の景色に似合いの小説というのはどう言うんだいいやまだできちゃいないのさただああいう景色を使ったらどうだろうというまでの話なんだ自殺ほ助の事件だよおお、まあ聞かせてもらおう こんなに寒くちゃ。ちょっと困るんだ。夏だね。ああ、投身自殺だな。そう、つまりこんな寂しい。田舎のあ、あいう川のところで夜半に女が刀身するんだ。すると。するとちょうどそこへ1人の男が通りかかった。驚いて川へ飛び込んで助けてみると。 女が身の上話をする。それがどうしても死ななけりゃならぬわけがあるんだねそこで結局いったん助けてやった男もどうすることもできないいやどうすることもできないどころじゃないかわいそうだから死なしてやろうという決心をするんだそうして今度は自分でその女を川の中の深いところにつきこんでやる。 という話だ。なんだそれだけかいまだよしかしそんな話なら僕も読んだことがあるそうそうモーパッサンに確かあるまあ聞けよそれだけじゃないんだこれだけの話ならモーパッサンでなくったってまだ他にいくらでもあるこれは小説のプレリュードに過ぎないんだこれからあとがあるしかもあとには 君のような検事が出てくるんだよ。へえ、そりゃ面白いね。おっと。ここからは道が悪いから気をつけてくれたまえよ。もう森に来たからすぐだよ。そこで検事がどう出てくるんだ。女を川へ入れてやった。男が捕まるんだ。そうして検事に調べられる。ちょっとこの検事は君のような人なんだ。 しかし君のように幸福な生活をしている検事では困るんだがねまだお目にかからないが美しいワイフを持っていいパパぶりを発揮している検事じゃ具合が悪いおい変なことを言わないで話を続けろよこの男が調べられる調べる検事が君みたいにいつも今の川のそばを歩いて役所に通っている人なんだ さらにその人は最近妻か子を失って世をはかなんでいるという条件がなければならないこれは難しくなったね検事で悲観していなければいけないのかい <laughs> だいぶ大分難しいなではその検事がセンチメンタリズムで涙を流して同情して許してやるんだねところがそうでないのだ 彼のセンチメンタリズムにもかかわらずだね。その賢治はひどく被疑者を叱りつけるんだ。散々叱った挙句の果て。起訴するか。さあ、起訴した方が小説では具合がいいんだが、どうだい、君なら起訴するかしら。そりゃわからないさ。具体的な辞言を見なけりゃわからないよ。 じゃあまず起訴したとするかでなけりゃ大いに叱って一応許すとするすると同じ日にもう少し繁情の重い自殺ほ助事件が来たと思いたまえ例えば心中でもいいし何でもいいんだ検事はこれを大いに叱りつけて起訴したそうしてその夜もしくはその夜は宿直して その翌日の夜役所から帰ってくるんだ夜だよ月の夜だねなかなか大道具がいるね月光を浴びて悲観したセンチメンタル賢治がとぼとぼと川のほとりへさしかかるんだねさよう彼は月の光を浴びながら楽しかった過去を考えるねそうして人生のはかなさをしみじみと味わうんだ わった。するとするとだ川の岸に一人の男まあ女の方がいいが一人の女が投身しようとしているのを発見したんだおお<う>そこで検事は驚いて駆け寄るともかく死んではいけないと言って諭すのさ検事がかつまり彼は 等身せんとする女を見ていきなり救いに赴くんだねそうさこれは不自然じゃないはずだな誰だって駆け寄るよそうかな君は子猿七之助のしわいを見たことがあるかねドブンという水音を聞いて「なんだ水投げか」と言って平気でさっさと言ってしまうぜそりゃ水音を聞いただけだからだよ僕の話のは だだんんぜにいとううしよよ。するるるるなをてここけそれれでどうなるんだこれからがんの悲観の理由ががだになるんだ検事が止めて聞いてみるとこの女も最近子どもをいっときに失って全く人生を見限っているんだ。 ここのの境遇が家庭的不幸においてその賢治と全く同じであることを描写するこの話の中にはどうしても女が死ななければならぬ気持ちとこの女の身の上話がだんだん賢治にアフェクトしていくところをはっきり表すんだつまり賢治は初め止めてみたものの「どうしても女が生きてはいかれぬ」という言葉に全く同意してしまうのだ。 それでそれで彼は女の言葉に全く同意してしまうのだなるほどあなたは死ななければならない「お死になさい」「僕はもう止めない」こう言って一旦捕らえていた女の手を離してやる女は泣きながら再び死ぬ用意をするしかしこの時検事は自分の位置を考えてみるのだ。 自分は法律家だ。しかも検事だ「推しになさい」と言ってこの女を死なせてもいいのかしら彼はこう思うまた慌てて止めようとするのだ今度は一個の人間としての彼の考えが頭に浮かぶそんな間に合わせないいかげんな止め方はできないそれで一体どうするんだい さあどうするだろうね彼が女の国ごとに全くアフェクトされて自分も世を捨てる気になれば一番いいんだが実はまだ僕もこの結末を決めてないんだよなんだ決めてないのか決まってるくらいなら君に話す前にもうとっくに書いているよ検事の気分を描写するのはいいさ。 しかし結局彼がどうしたかということが一番大切じゃないか自分が叱りつけた被疑者らの気持ちが分かっただけじゃ何にもならないねだからどうしたらいいんだろうそれを僕に相談されちゃ困るな小説家に聞いてくれよ仮に君だったらこの場合どうする僕だったらああ 僕だったら問題はないね。僕なら初めから女を助けないかもしれないからな僕にはそうだ他人を助ける資格はないんだえ初めから救わないそうだ小野検事は急に真面目な調子で言った「救う資格がないからさ」 ねえ、君人は他人の命を奪う権利を持っていないように救う権利もないのじゃないかねつまり人は各自他人の人生のコースに手を出すべきものじゃないのかもしれんよさあここが僕の家だおいおきぬ東京のお客様を連れてきたぞ彼の声に応じて小さな玄関の障子が開いた。 パッと中から伝統の光がさすと幸福そうな若い女の声が響いた私は初めて小野賢治の夫人に会ったのであるよんどころない用事ができて寒い間は決して旅行をしないことに決めている私もこの1月の末東海道の N 島でとうとう出かけなければならなかった。 東京駅を午前9時に出る燕号に乗って立って午後2時過ぎ目的地に着いたが用事は午後6時半頃に終わってしまったすぐに引き返すこともできたのだが容疑者に乗ることが嫌いな私はやむを得ず N 氏に宿を取るつもりだったが N 氏から汽車で約1時間ほど東の T 市の近くの裁判所に旧友小野君が検事として勤めていることを思い出していたので 夕方役所に電話をかけてみると「久しぶりで会いたいからぜひ寄ってくれ」「汚いところだがうちへ一晩泊まらないか」ということだったので遠慮なくそこへ行くことにし上りの汽車に乗って T 駅で降りたステーションまで小野君が迎えに出ていてくれたがそれから T 氏の料理屋で本当に十何年ぶりで2人は会食した 小野君は学生時代から飲むと故郷の歌を盛んに歌ったものだったがこの夜もやはり昔のままのわんぱくぶりを発揮していた11時ごろ彼の家に赴くべくタクシーに乗った彼の家は市からだいぶん離れたところにある今勤めている彼の役所も市からちょっと離れているのだ車が寒い冬の夜の街を抜け 畑ばかりのところにさしかかって25分も走ったかと思うと彼の家から七八丁のところで故障を起こしてしまった飲めぬ酒を23杯飲まされてのぼせていた私は少し冷たい風に当たりたくもあったので「もうじき治るから」という運転手の説明をいいかげんに聞き流しながら小野くんを促して降りてしまったのである。 街灯の襟を立てながら2人で寒い田舎の夜道を歩いているうちふときのような会話を始めてしまったのであった小野君は幸福そうだった美しい崔く君も一緒にこの珍客をもてなしてくれたので手ぶらで飛び込んだ私は全く恐縮の手だったまだいろいろ話して遅くなるからお前はもう寝ていいぜ。 という小野くんの愛妻ぶりを見せられながらでも我々はそれからそれといろいろの友人のうわさなどをして時を費やしてしまった小説の種を聞くことなどは懐かしい昔話ですっかり忘れた形だったもちろん彼の妻は彼の優しい注意にもかかわらず次の間にちゃんと起きていて鉄瓶の湯をたぎらせているようであった時計を見ると もう2時過ぎである。おやだいぶん遅くなった君はまた明日役所があるんだろう。寝たまえ。僕もちょっと休ませてもらうもう2時かいじゃあ汚いが床を敷くから寝てくれたまえ。時に君はいつ立つんだい忙しいから明朝と言ってももう今日だが朝7時頃に出立するよ 駅ままでで送ろう。それまでちょっと寝るかな。僕は眠れないがどこの中で本でも読むよちゃんと持参しているそうかい君にはこんな寝床じゃ眠れないかねそうじゃないんだ僕は旅をするときっと眠れないんだよ私はここで、 給油の気持ちを悪くししなななないいたためにに自分の不眠症について一応説明しなければならなかった君が2つ床を敷いてくれている間そばの火鉢の前にお読み腰になって差し向かいながら「私は記者の中で半分まで一気に読み通してきたスクリブナー版の『ザ・スカラブ・マーダー・ケース』という本を示して朝まで床の中で読み続けるつもりだ」という話をした。 しかしその時ふと思い出したことがあったので着物を脱ぎながら私が尋ねた。ねえ君、君はさっき人は他人の人生のコースにインターフェアする権利がないと言ったっけねあの説には僕は実は賛成なんだがあれは君の前からの説なのかい寝巻きに聞かえながら彼が答えるさあ説だかどうだか まあ、そういうふうに言えないこともないというまださ君は長谷部長吉という男の強盗殺人事件を知っているかい長谷部いや知らんねえもっともこの辺で起こった事件だから東京までは知らないかもわからんねえ去年の秋ほらさっき通ったあの川のそばで起こった事件なんだよ 僕が調べて起訴したんだ明日判決の言い渡しがあるがねその男が23日前裁判長に調診書を出したわけなんだそうだちょうどいい実は判事から今日それを見せてもらってここに持っている君はどうせ眠らんそうだから読んでみないか僕は失敬してここで眠るから。 さっきから大切そうに持って家に抱えてきたポートフォリオの中から厚い封筒を取り出した私は床の中でそれを開いたがその2枚目くらいまで目を通した時そばに寝ていた小野くんはもう安らかな寝息を立てて眠りに落ちてしまっていた強盗殺人の被告長谷部長吉の上申書を私は静かな田舎の屋根の下でひもといたのである 裁判長殿被告人長谷部長吉はここに最後の書をあなたに提出します私はこの書によって刑を軽くしていただきたいというのではありませんただ私がなぜあんな罪を犯したかという本当の気持ちを知っていただきたいからなのです私が昨年の9月28日の夜 坂田川のそばで林祥右衛門という老人を殺しその所持金300円を奪ったことは間違いありませぬそれは駐在所でも検事の前でもまた公判定でも述べたとおりでありますしかし私はなぜあんな罪を犯したかこれについても私は十分述べたつもりではいますけれども本当の私の気持ちは 誰にも分かってはいません。あなたにも検事にも。いな感染弁護人として、私のために弁論をしてくれた弁護士にもこれは分かっていないらしいのです。数日中に私には判決が言い渡されるでしょう。検事はお聞きのとおり極刑を求めました。私は今さらこれについては何も申します。まい。 あなたもあるいは死刑を言い渡されるつもりかもしれませぬもしそうなれば私は直ちにそれに服すつもりですただどうしても黙っていられるのは私の本当の気持ちを誰もが知ってくれないことです私はここに繰り返して自分の心持ちを述べますいささかの偽りも嘘もありませぬ 死にゆかんとする私の本心をどうか聞いてください。けんじは論告の時にこう言いました。被告人はまことに不幸な人間である。前科崇藩の人間を父として生まれ、幼い時から世にむかれていた。不幸のうちに育ち不幸のうちに人間となった。 社会が彼を愛することができなかったごとく彼もまた社会を愛することができなかった生まれて25年の今日彼は肉親を全て失い友を失い金を失いなりわいを失いついには健康をさえ失ってしまった 被告人は全く人生に愛想を尽かして9月28日の夜酒田川のほとりをさまよっていたそうしてもう既に川の木図となるべく刀身の決心をしていたのであるこの検事の論旨については全くひと言も付け加うべきところはありません全くそのとおりなのであります しかし検事はさらに言いました被告人がまさに答身せとしているところへ通りかかったのが不幸にも被害者となった林祥右衛門である彼は村の中でも相当の資産家で慈善家として知られた62歳になる老人であるこの老人は被告人が川へ答申しようとしているのを見て 慌ててこれを抱きとめた。被告人の興奮を取りしめて自ら2円の金を彼に与えて懇々としてその不心得を諭したここに注意すべきは林正右衛門は被告人とは何らの関係もない男であるという点である兄弟でもなければ親戚でもない文字通り全く路傍の人であった。 彼がそのまま被告人の答申するのを見過ごしたとしても何らの責任はないのであるすなわち彼には被告人を助ける義務は少しもなかったはずであるそうです裁判長よ林正右衛門は私の命を救う何らの義務はなかったのでありますしかし 義務だけでしょうか彼には助ける権利があったでしょうかこの言い表し方は異様に思われるかもしれませんけれども私は断言します彼には私の命を助ける権利はなかったのだ言わんやわずか2円で私の命を買う権利はなかったはずです 検事は言いました。祥右衛門が海中から金2円を出した時に被告人は彼の懐中になお札束がたくさんあることを認めたこれが彼を誘惑した彼はここにおいて生来の反社会性を発揮したのである一言で言えば被告人はその金に目がくらんで祥右衛門をその場で絞殺し そのの所持金約300円を奪ったものである。この事実は被告人が初めから認めているところで商標十分であるただ被告人は初め彼は庄右門に金100円の借金を迫った無論この図々ずし要求は直ちに拒絶された何人も路傍の人に100円という金を恵む者はあるまい 被告人がさらにずうずうしくこれを要求したのに対し祥右衛門はしまいに恐怖を感じて大声で助けを求めた被告人は慌ててこれを遮ろうとすると被害者がますます叫ぶのでついに今はこれまでと手ぬぐいで人思いに絞め殺したのだということを言っている殺害の情景はいずれにせよ 彼のの行為が強盗殺人たるや一点の疑いはない。はなしかして被告人の犯罪の状況を見るにこれまた一点の同情すべきところが見いだせないのは被告のために極めて遺憾とするところであるいわば恩人であるこの恩人の恵みにつけあがって核のごとき大それたことをするに至ったのは返す返すも憎むべきではないか 繰り返して言う。祥右衛門は被告人とは全く無関係の人間であったそれが好意でともかく2円という金をくれたのである被告人の仕切りにんずるがごとくもし2円くらいでは何もならないなら彼はそれを返せばいいはずである彼はこれを返すことをなさず右に述べたような犯行をあえてやったのである 江門から言わせれば全く彼の利他心が災いをなしたのだもし彼が冷血漢であったならばしかして被告人を見殺しにしたならば自分の命を失うような不幸には出会わなかったはずである彼は地下で自分の自尊心をどんなに悔いているであろうかく考えくるとこの事件は被告対被害者の問題ではない 社会的な一つの問題である。もし核のごとき事件において被告人が寛大な判決を得るときは天下の人々は人を助けることを警戒し合うであろう我が身を守るために人を見殺しにしなければならないことになる事情を右のごとく明らかであり繁盛を右のごとく憎むべきであるからして 当職は被告人に対し死刑を求刑する裁判長よ私の犯罪は全く検事が論じたとおりでありますしかし果たして核のごとく私が憎むべく核のごとく被害者が褒められるべきでありましょうか私は第一にあの時私の死を止めて二円を恵むことが 果たたたしてて何をを意味すす。るか考えいいいだきと思ま人間一匹自殺しようというのはよくよくのことがあればこそですしかも私の場合はすでに検事も述べられていられるごとく一時の興奮からでも何でもなく実にやむにやまれずして死を決したわけでありますあの時わずか2円を私にくれることは 早く言えば苦痛を1日か2日延ばすだけのことなのです。2円で飯を食いつくしてしまったが、最後再び私は死ななければならないのです。なるほど。庄右衛門の方から言えば、わずか2円で人命救助をしたという両親の満足がありましょうから、都合がよいでしょうけれども、私から言えばせっかく死のうとしていたのを一旦止められて。 2円でさらに苦しみを伸ばさなければならないのですこれで何が恩人でしょう誰が感謝できましょう私ははっきり申します一般の場合ではそれは事前かもしれませんしかし私の場合はあの際2円くれることはその2円で切迫した私をからかうようなものです どころではないのです私はそう思って黙ってその金を返そうとしました祥右衛門には私の心の中が分かったかどうか分かりません多分私が遠慮で受け取らないと考えたのでしょうわざわざ海中から腹の膨らんだ財布を出して自分は300円を持っているのだから少しも困らぬから 遠慮なく取っておけということでしたここで私の心持ちは変わったのです検事の言葉に従えばその金が誘惑したのでしょう私は百円もらえば真実に救われると思いました百円もあればそれを元手として何か仕事が始められるわけですふとそう思ったので 私は正右衛門にそう言ったのでしたがすげなく断られました「抱かればおぶわれたがる」「軒を貸せば母屋を取りたがる」というのが私のこの時のありさまだとあなたは考えられるでしょう「ずうずうしい」にも程があると言われるでしょうしかしあの場合私から言わせればまだ抱かってもいず軒も借りていないのですよ もし正右衛門に真実の自善心があれば真実の私の気持ちが分かったはずです世のことわざに言う仏作って魂入れずどころではないのです正右衛門の二円は断じて慈前ではありません私には2つの道があったはずです1つは賢治の指摘されたとおり その2円をつっかいしてて改めて水に飛び込むことです一つは私が行った犯罪です理論は前の方が正しいのを教えるかもしれませんけれど実際あの場にぶつかって300円を見た私は見ぬ時の気持ちには帰れなかったのです裁判長よ 私はたった一人の人間に過ぎないのです。神ではありません。私は自分が正しかったとは決して言いません。しかし同時に、ショエモンだって正しくはなかったと言いたいのです。彼には私を救う義務はなかった。しかし同時に権利もなかったのです。 少なくも彼が海中に300円も持ち資産家であるにもかかわらず2円しか恵む気がないならば検事は社会問題だと言われたそうですそれに違いないでしょうもし私が死刑にならないとすれば世人は自殺者を救うことを危険を感ずるだろうと論じましたいいではありませんか 死にたいものを死なしてそれがどうして悪いのですしかも自分には人を救う資格も権利もない人間がわずかの金で自己満足をし結局一方が救われないのに比べればこの方が正しいと私は考えるのであります祥右衛門は自分のごまかしのために命を失いました私もまた 自分の犯罪のために命を失うでしょう。裁判長よ、検事が賢くも言った通り、これは全く我々二人の問題ではありません。私は大声で言いたい。人々よ、人の命に立ち入るなかれ、奪うなかれ、しかして救うなかれ。 何時にその資格がない限りは正右衛門は権利なくして私の命に手を出して事故を滅し,し私は権利なくして彼の命を奪って滅びるものであります判決の遺憾は問いませんあの時逆田川で死んだと思えば死刑になったとて何でもないのですしかし私は あの時に死を得ればよかったと思います。正右衛門の愚かな、全くです。愚か極まる人命救助は彼の命を失わせたばかりか、私の苦痛の命を半年以上も延ばし、結局私を刑務の悪人としてしまったのであります。繰り返して言います。 私の真実の心持ちを理解してください一人にでも理解されれば私は満足します長谷部長吉の不思議な長申書はこれで終わっているさすがに旅の疲れが出たかこれを読み終わると私はバンダインの本を読み直す気もなくいつの間にか軽い眠りに陥ったと見えるが その間中川の辺りや橋や暗い背を夢の中に見ていたおいもう6時だぞ小野くんの声にはっと驚いて私は起き上がった時間もあまりないし彼の細くんがしきりともたらしてくれたりするので2人でゆっくり話をする間もなく急いで朝食を済ますと いつの間に命じたか1台のタクシーがちゃんと家の前に待っているでは失礼しますどうもありがとうございましたいずれゆっくり伺いますから崔く君に丁寧に挨拶して車に乗ると同車した小野君は運転手に「T 駅まで時間はまだ十分あるから飛ばさないでもいい」と言った。 夜と違って朝の光に照らされた田舎の景色は朗らかであった昨夜通った橋のところは狭いと見え自動車はずっと迂回して広い道をたどっているしかし酒田川らしい川を越えた時彼がふと言った「読んだかいあれを」「ほらこの近くなんだよこのもうちょっと下流の出来事なんだが」 すっかり読んだ。なかなか真面目に書いてあるね私は何かもっと言いたい気がしたが急に思うような言葉が出なかったので黙ってしまった車は間もなく T 駅へと着いた「今度はいつ来る?」「いつごろここを通る?」などという話をしているうちに10分くらいはたちまちたったと見えやがて向こうに汽車が見えると思う間もなく 黒煙を吐きながら堂々たる形をした機関車が我々の前を通っていったデッキのところで私は彼と別れの握手をしたその時小さな声で言った小野くん休憩を変える必要を感じなかったかい何長谷部のことが。無論だよ今日これから言い渡しに立ち会うんだがね。 休憩通りに行くかねさあどうだか君だから言うがね休憩どおりに行かなかった場合控訴するかどうかはちょっとわからないんだよしかし大抵死刑と行くだろうでも判事があの上申書に多少動かされてはいないかなさあそこはちょっとわからんねただ僕には こんなものが来ていると言って示したばかりなんだから君に種を聞くのを忘れたがいずれ今んだいや失敬失敬。それに昨夜の君のストーリーねあれも僕じゃ話にならなくって失敬したようんしかし君は言ったな人が他人のコースにインターフェアしてはいかん とうんそれはあの被告の説に動かされたんじゃないのかい汽笛が鳴った小野君はこの時ちょっとずるそうな表情をしながら言ったそれがあの上申書から得た考えなんだがねしかしそういう考え方もあるというまでさ 私がデッキから首を出してプラットホームを見ていると小野君は幸福そのもののような顔をしてこっちに向かって帽子を振っていた。